してこちら電源を切ってから長押しますが映像を映っておりますか。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい。どうも皆さんこんにちは、アントクラブの金子です。写真撮影、映像録画、自動暗視機能、上書き録画、重力センサー、そしてこのカメラの最大の特徴、それは電子機器への充電も普通にできてしまうモバイルバッテリー型小型隠しカメラ、商品を詳しく見ていきたいと思います。こちらでございます。表、裏面、開封の儀、取扱説明書、すべて日本語、カードリーダー、 USB とマイクロ SD カードの差し込み口、マイクロ USB 充電ケーブル、カバーシール、こちらリセットピン。本体いきます。こちらでございます。表面、裏面、本体重さ 223g、横 14cm、 奥行き 6.8、 高さ 1.5。 モバイルバッテリー型カメラ、なんとこのカメラ普通のモバイルバッテリーとしても使用可能。あれないっしょ、これ。スマホやデジカメ、携帯ゲーム機といった各種デジタル機器を実際に充電することが可能です。そう、これは超擬態型隠しカメラです。使用について、写真解像度は 4032×3024。動画形式は AVI。解像度は 1980×1080。映像フレームレートは 30fps。充電用の端子はマイクロ USB Type-C。USB Type A が2つ。こちらコンパクトサイズなので、急な外出時でも持ち運びが可能。操作はとても簡単。この隠しカメラ、複雑な操作は一切なく、たった1つのボタンで全ての操作が完結。電源の方は、はい、では電源ボタン、ここですね。長押し。青色ランプが点灯すると待機モードに変わります。電源オフはこの待機モードから6、7秒電源ボタンを長押し。写真撮影は待機モードから電源ボタンを1回押し。よく使うビデオ録画、動画としての保存は待機モードから電源ボタンを2、3秒長押し。青色ランプが3回点灯し、消灯して録画が開始されます。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。映像を撮れておりますでしょうか。というわけでいかがでしょうか。今ですね、ちょっと今場所を変えましたが撮っておりますでしょうか。監督ラボの監督です。映像を確認する際はこちらの付属のカードリーダー、または USB ケーブルでパソコンと接続して映像を確認することができます。またパソコンにつなげるとタイムスタンプの設定をすることができます。証拠の精密さを上げるため秒単位のタイムスタンプを表示できます。自動暗視機能搭載、強力な赤外線 LED、 こちら4つ搭載しております。周りが暗いと判断されると瞬時に暗視機能が自動で起動、夜間の防犯にも役立ちます。赤外線は人間の目では見ることができないので、そのため暗闇での撮影も可能です。この赤外線ナイトビジョンの距離は約3メートルまで。どうでしょうか。こんな感じでございます。撮れているのかちょっと不安ですけどね。はい、で結構ここ暗いです。暗い感じです。で、全く持ってみませんがどうでしょうか。重力センサー搭載、モバイルバッテリー型カメラ、なんと重力センサーという最新技術を搭載。こちら、こちら、どちらを上向き下向きにしても映像、画像、こちらなんと逆になりません。映す方向さえ注意していれば上下を気にせずストレスなく撮影をすることができます。映っておりますでしょうか。一旦切り替えます。さあどうでしょう。
長時間撮影、大容量バッテリー、こちらモバイルバッテリーとして使用できるというわけで、1万ミリアンペアワーのバッテリーが内蔵されております。なんと50時間連続使用することができ、1回充電したら1日以上しっかり防犯対策をすることができます。最大 256GB のマイクロ SD カードに対応、長時間録画をできるため、ずっと監視をする必要がなく、例えば寝ている間でもほったらかしで撮影が可能です。また自動ループ録画、こちらが搭載されております。データ容量がいっぱいになってしまった場合、自動で古いデータを削除して上書き録画をどんどんとしてくれます。ちなみにこの設定はオフにできませんので、ご注意ください。バッテリー残量表示と、この隠しカメラ電池残量や充電状態が表示等でチェックが可能です。今の残量を細かく把握でき、モバイルバッテリーの充電のタイミングもわかります。このカバーシールなんですが、 SD カード差し込み口付近、例えば生の状態なんですが、このカバーシールを貼ることによって、これだといろんなボタンがあって怪しいと思うんですけども、これをつけることによって解消できます。こちら、こういった粘着力があるシールタイプ、はい、こんな感じです。おおおおおお、ゴン君か、ゴン君いかがだったでしょうか。写真撮影、動画撮影、自動暗視機能、上書き録画機能、重力センサー、そしてなんといっても電子機器への充電も普通にできてしまうこと、カモフラージュが完璧なモバイルバッテリー型隠しカメラ、ぜひ興味がある方は詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。隠しカメラいろいろレビューしたけども、この擬態型の発想はなかった。本番いきます。よーい、こちらでございます。なんか飛んでるよな、確実に飛んでるよな。動画としての録画、電源ボタン